私アミティ。素敵な魔導士になるために魔導学校で勉強中なの。でも今日はモンキーの勉強なんてしている場合じゃないみたい。というのもアコール先生の大切な飛翔の杖がなくなったらしいの。それで見つけてきた人には何かご褒美があるって言うから、みんなもちろん私もね。こんにちはアミティさん。やあラフィーナ、君も杖を探しに行くの？ええ、もちろんそうよ。じゃあ一緒に行こうか。何を寝ぼけたことをおっしゃってますの？ほえ、ライバルは少ない方がいいに決まってるでしょ。あなたにはここでおねんねしていただきますわ。そこのダサい格好した、あ、な、だムカ、ダサいとは失礼な。ダサいものダサいって言って何がいけないのかしら。ムカムカ、ちょっと怒っちゃったぞ。ワッハッハッハッ、悔しかったらあたしとぷよぷよ勝負よ。Thank you.
うの？ケロ。だ、大丈夫？ケロケロ。もしかしてなんか怒ってる？君も杖探しかい？そうだよ、クルーク。でも、まだ杖がどこにあるのか全然わからないんだ。実はね、アミティ、僕はもう、僕のグレートな魔法で飛翔の杖のありかを突き止めているのさ。だって、あとは取りに行くだけ。そうだな、君にも教えてあげようか。本当？ああ、ただし僕とのぷよぷよ勝負に勝てたらね。行くよ。
しく。ところでちょっと聞きたいんだけど。なに？ここはどこ？え？いや、いつものようにぷよぷよ勝負してたんだけど、気がついたらここにいたんだ。全然知らないところだし、どうも魔法の失敗のせいで飛ばされちゃったみたいだね。ふーん、じゃあもう一回失敗したら元に戻れるかも。なるほど、じゃあ早速ぷよぷよ勝負だね。うん、やっぱりそうなるのか。ご褒美をあげなくてはね。いや、いいですよそんなの。おお、そうか。それじゃあご褒美はなしだにゃ。あら、そうなの？アミティさんって意外と奥ゆかしいのね。先生見直しちゃって。いや、
さあ、みんな待ってるわ。学校に帰りましょう。